こんにちは。こんにちは。私たちはアドフェストで開催されるヤングロータスで戦ってまいりましたので、そのことについてお話しできればと思います。はじめに簡単に我々の自己紹介をさせてください。はい、え adk で cm プランナーをしています。安本と言います。そして僕が高田と言います。18年に入社して4年間営業やって今年昨年転職をしました。 実は安本さんが人事の時に僕が就活生で採用担当してもらってたみたいな関係だったりします。でえっと、今日はこんなことをお話ししたいなと思ってます。1つ目、初めからクリエイティブ配属ではなかったという我々なんですけれどもそんな非クリエイティブエリートが見つけたヤングコンペで勝てる確率を上げる戦い方。 もう一つが、そんな戦い方を見つけて挑んだんですが、そうは言っても、やっぱり想定通りにはいかないものでして、そんな24時間の本線レポートをお届けできればと思います。これからコンペに参加するヤングの皆さんの参考になればなという気持ちでまとめてみたので、どんなもんかと見ていただけたら嬉しいです。まず、そもそもヤングロータスとは何かというところなんですが、っとアドフェストの中で行われる若手向けのワークショップ、講義みたいな形です。 メインイベントとして折り合出されてから24時間でアイディアを考えてプレゼンをするというコンペがあります各国代表が選ばれて2人1組でペアになって出場してそれで優秀なアイディアを決めるみたいな賞レースなんですが今年は日本を含めて15カ国30人が出場しましまたそこで後ほどご説明するんですが私たちは「ポピュラーボート」という賞をいただくことができました えー、そもそもこの本戦にたどり着く前にですね思い返すといろいろありました、えー、コロナでヤングロータスが3年間中止になったんですねなので日本代表に選出される日本予選というのがあるんですけれどもそれがあったのが2020年コロナが始まる前のことでしたと国内予選は2回戦あります1回戦がプレゼンボード審査でそこでファイナリストが決まって2回戦で別のお題が出されてまた、えー、プレゼン 今度はプレゼンすする審査みたいなな形になってますで1回目のお題は、えー、京都だとか人気観光地にオーバーツーリズムっていう形なんですがあの人気観光地に人が集中して、えー、周囲に悪影響を与えてしまうみたいな問題をどうするかっていう問題で2つ目が架空のコーヒーチェーン店が海洋プラスチックのゴミ問題にどう取り組むかみたいなお題でした。 で、ここで、あの、無事、あのー、賞というか、日本代表に選ばれることができまして、えー、こんな記事も出ました。初めてアドタイに載せてもらうこともできました。で、この時から、えー、時を進めて3年後、つまり、えー、今年の1月になってたんですが、こんなことを思いました。 やばい、えー、あれから体型しか成長していないということであの顔を見ていただければ分かると思うんですけれどもあの安本さんも僕もコロナでお酒を飲む量が増えてです、ね、あのこの写真の時よりも丸くは成長したんですが中身も変わっていないというところで、えー、その中でたった24時間でアイディアを出してプレゼンまでするみたいなことが果たして僕たちはできるのかそれで勝てるのかというのを焦ってきたというところで。 えー、実は日本予選ってこう3日間ぐらい時間が与えられているので24時間でアイディアを出し切るみたいな練習もしていなかったんですねなのでヤングコンペに精通した方々プロフェッショナルの方々にです、ね、模擬審査員をお願いして実際に24時間でアイディアを出すというトレーニングをしてきましたでそのトレーニングを経て本戦でもし迷ったらどうしようかっていう道しるべを作ることにしました どんな道しるべが得られたのか、それは多分つまり勝てる確率を上げるっていうことにつながってたらいいなと思うんですが、そんな道しるべがどんなものが得られたかっていうことを、今回は実際にトレーニングした課題とともに、時間もあるので、簡単に3つほどご紹介できればなと思っています。3つのうちの1つ目です。インサイトさえあれば、エグゼキューションはなんとかなるという道しるべです。ちょっと少々乱暴なんですが。 これはあの歯科検診への関心を高めるためにはどうしたらいいかという、えー、模擬課題で気づいた道しるべです。でこのお題を出していただいてからいろんな案を出してでもなんか微妙だなと、えー、2人で悩んでいたんですけれどもその時にですねあの歯を磨かなかったらこんなまずいものを食べることになっちゃうよでそれは嫌だなって思わせられたとしたら、えー、もしかしたらなんか心が動くんじゃないかみたいな視点が出てから 企画がが出ししししやすくななってグッと議論が前進たたような経験をしましたでそこで、いつもの料理がこんなになっちゃうよっていうようなバイティングフリーメニューなるものを若者が大好きなお店が開発して実際に売るといった企画にしましたでそこで食べたくないっていうインサイトがあるからそれを起点に結構自然に展開させることができたりプレゼンでもその模擬審査をしていただいた方に、えー、ほら嫌でしょうみたいな プレゼンの見せ方ができて、気持ちを引き込むことができたのかなと思ってます。で、これもすべてそのインサイト起点っていう、えー、視点があったからなのかなと思ってます。もちろんあのインサイト起点ではないいい広告事例だとかも世の中にたくさんあると思うんですが、ヤングコンペにおいては、あの、まずインサイトをつかむとすごくやりやすくなるかなというのを思った経験でした。えー、こんな形で、えー、いろんなページを作っていました。で、えー、その3つ目の 3つのうちの2つ目です。座を上げるるという道しるべですそれは、えーと、オリエン通りに答えるというのではなくて、1つ上の視点から解決を図れないか考えるといった意味になります。どういうことかというのを具体的な課題でご説明できればと思うんですが、お題が、えー、読書の習慣をつけてもらうためにはといった課題ですで。ここで気づいた道しるべが先ほどのものなんですが、えー 僕らはあの第1回目の課題で、えー、見つけた道しるべ、えーと、まずはインサイトを見つけなければいけないっていうところをベースにいろいろ探ってたんですが、その時に部下って活躍している上司がどんな本を読んでいるか気になるよねみたいな話になりましたで。そこで上司の本を紹介する社内ポータルサイトみたいなことを考えたんですが、なんか面白くないなみたいなことを、えー、もやもやと悩んでいました。 でその時にえ社内にフィードバックという文化があるよね。でそれをこれとくっつけて、えー、なんか読書と文化にできないかなみたいなあそれもしかしてフィードブックっていう名前はどうだろうみたいな話が出た時に一気に可能性が開けたような気がしました、えー、アイデアとしては活躍している上司は時間がないので部下にフィードバックをする代わりに、えー、その部下に合った本をあげるっていうようなアイデアです。 これは単純にオリエンの本を読む習慣をつけるっていうお題にただ答えるだけではなくて、これを本を通した文化にしてしまいましょうみたいな考え方をしたことによって、この後の資料にも入れているんですが、親が子供にフィードブックしたり、妻が夫にフィードブックしたりみたいなことができるよねと施策が広がっていく感じがしました。あとはそのプレゼンでもですね、ちょっと強いメッセージ性というか、して 僕らは読書を習慣にするだけじゃなくて、読書を習慣にするだけじゃなくて、読書を通した文化を作りたいんです。みたいなことを、ちょっと大きめのことを入れたのが、またそれもポイントになるのかなと思っています。で、それが、まあ、この話がどこまでいいアイデアかというのは置いといて、何十組、何百組というのを、えー 競合がいるのがヤングコンペだと思うのでその中で目指すためにはこうやって視座を上げてオリンを超えた解決をしてきましたみたいなことを見せるといいのかなと思えた気づきでした最後3つ目ですシンプルスマイルサプライズ通称 3S です先にアイディアをご紹介してしまいます今鳥インフルエンザなんですがその中でもみんながチキンのファーストフードチェーン店みたいなところを盛り上げるためにはみたいなお題でした でこれに答えたのが、えー、チキンエンジェルウィングスならぬ、えー、ごめんなさい、エンジェルウィングスならぬチキンエンジェルウィングスです。とインスタグラマーとかがよ,よくあの天使の羽の壁で、えー、撮っているあれをモチーフにした案なんですけれども、えー、チキンチェーンのチェーンってなんだかちょっと映えないよねみたいな、えー、話がありまして、だったら映える壁を作って SNS においしそうなチキンをいっぱい で、あげてしまったら、それはなんか飯テロみたいなことになって、みんなお店に行くんじゃないかな、みたいな、ちょっとおバカなアイディアだったかなと思います。で、これを出した時に、え、々もなんかアイディア薄いなとか、ちょっとやってしまったな、みたいな気持ちが大きかったんですけれども、その6回の模擬審査を終えて、いろんな審査員の方にすべてのアイディアを見せた時に、結構、え、一番評価が高かったアイディアだったりしました。で、その理由が、先ほどの えー、なぜかという理由が、えー、3S シンプルスマイルサプライズがあったからなのかなと思いましたとにかく見た目だけでアイデアが伝わるシンプルさだとか、えー、ちょっとインスタグラムをバカにしてたりするかもしれないんですけどもそのちょっとふっとなっちゃうようなスマイル的な要素みたいなとこだったり、えー、一応既視感はないかなというようなサプライズ要素も作れてるかなと思いましてそんな3つが、えー、比較して他の案よりも一番含まれてるものだったりしました え結局、プレゼンを聞いている審査員の方はえ何組も聞いているので飽きてたりもしますし、疲れていたりもしますし、そんな中で、まず前提はだとか、我々の戦略はとかっていうのを話すと、それはそれでちょっと耳に入ってきづらいのかなと思いまして、なので、仮にもうちょっと我々としては、泥酔をしていても伝わってくるアイディアがいいんじゃないかみたいな、最終的には行き着いたんですが、そんなものがえー一番、 えー、聞,く聞くもののになるのかなるかということを学びましたえた、ー、そんな形で、えー、他にもですねアドフェストを日本に誘致するためにはみたいな課題に対して温泉でリラックスしながら開催しましょうみたいなことを言ったり、えー、タイ観光を来る人を増やすにはみたいな課題でトランジットで来る人をタイのリラックスを少しだけ体験させて横取りしてしま,ししてしまいましょうみたいなことにしたり、えー、昆虫食文化を広めるためには えどうしましょうかみたいな課題のときに、えー、機内でチキンをはビーフをは、インセクトフード、昆虫食みたいなことを聞くってことで、機内食をメディアにするみたいなことを提案したりと、えー、もちろん24時間の中でっていう話なので、なかなか中身が詰められなかったり、ビジュアル画雑だったりとか、なんか、完璧なものを作るのは難しいなと、すごく悩んでるんですが、その中でも、何を抑えればいいのかみたいな気づきを得ることができました。 でここから得られた道しるべを、えー、ちょっと会社で,です、ね、いろいろ、もうもんしながらまとめて、えー、課題が出される前日にです、ね、自分たちの泊まったホテルにあの現地のタイで張り出して準備をしました今回、ご紹介できなかったんですけども他にもいろんな,こんな道しるべを用意しました果たして、えー、道しるべは役立つのかというところで本戦のレポートをここから、えー、安本さんにバトンタッチしてお伝えできればなと思います、はい ここからはアドフェストで,ですね実際に5日間にわたって行われるヤングロータスワークショップそしてその中で24時間で開催されるワークショップの実際の本線の中身をご説明できればとご紹介できればと思いますこちらが実際のタイムテーブルでした初日ですねウェルカムパーティーがあって2日目から講義が始まっていきます 今回、アドフェストヤングロータスのホストとなる会社がオグルビーでした。で各国のオグルビーのオフィスの皆さん、クリエイティブディレクターの方がいらっしゃって、さまざまなテーマで講義を行っていただいた形です。そして3日目ですね。 えー、ここのお昼のタイミングから、今、温泉で書いているんですが、えー、実際に課題が発表されで、えー、4日目にかけて実際24時間で施策、えー、を行うというような形、施策といいますか、えー、コンペに対してアイディアを出すというような形でした。はい。では、実際にこの3日目からどのように進んでいったかをちょっと写真も交え、あのリアルな体験レポートという形でお届けできればと思います。はい。えー、まず、 この課題が出される際のオリエンテーションのタイミングです。お昼の11時。実際に今回はクライアントさんであるコカ・コーラの方がいらっしゃって、オリエンが発表されました。課題はこちら、スプライト、炭酸飲料のスプライトの新ブランドメッセージ、ヒートハップン、ステイクールをいかに Z 世代のポップカルチャーに入り込みながら広めていくかというものでした。 あの皆さんご存知の炭酸飲料、スプライトがあるんですが、ちょうどコカ・コーラとオグルビーがリブランディングキャンペーンをローンチしたタイミングでした。そこで実際に掲げている、まあ、葛藤なる瞬間はスプライトを飲んで冷静になろうというメッセージですね。これをいかに Z 世代に広めていくかというのが、オリエンテーションの主軸といいますか、メインになっていました、はいで。このオリエンを受けてから、どのように進んでいったかというところです。はい 実際に13時ですね、まず会場近くのカフェで翻訳作業を行っていました。結構長い文章が渡されるんですが、そのニュアンスが間違っていないか、入念に確認していきます。あのプール、海沿いのきれいな場所だったんですが、この時はまだ全然余裕な感じでした。でさらにここからですね、ホテルに戻り、課題に取り組んでいきます。 先ほど高田君も挙げていましたが、壁にはですね、日本でトレーニングした際に導き出した道しるべ、これを指針として貼りながら、どのような策があるかなということを話していきました。で時間が進んで18時です。7時間ぐらい開始して あの道しるべに従って、いくつかこのように壁にアイデアを張り出しながら、どれがいいかなということを議論していきます。ただ、このタイミングでは、まだこれはちょっと筋がいいな、みたいな、勝てそうなアイデアは出てきていませんでした。19時です。あのいよいよちょっと日が暮れ始めてくると。やっぱり人間、日が大事だなと思ったんですが、あの日が暮れてくるとちょっと焦り始めるんですね。で外を歩きながらブレストをしていました。はい、20時です。 このタイミングでちょっと可能性があるかなという案が見つかりましたあの。実際にヒート、カットしているならですね、スプライトを殴っちゃえばいいんじゃないかなというものです。実際にこのエジ自体がヒートハップン、ステークールを象徴するものになるというもの、スプライト型のサンドバッグを殴るとスプライトが飛び出す、そんな体験型の仕組みはどうかなというふうに考えていました。ただ、あるかなと思いつつも、 このあと、ね、実際に道しるべをもとに採点表みたいなものを作っていったんですがそこに書き出してみるとちょっとこれ、サプライズとか弱いなというところで自分たちの案の弱さに気づいていきます。これじゃあちょっと他国も含め勝ちきれるかなというところでもう一度考え始めたというような形でした。23時です残り半分ぐらいになってきたタイミング これまで出した案を改めてうわーっと総ざらいしながら見ていくんですがちょっとぱっとしないなとこうなっているのがそのタイミングでしたそして12時のタイミング0時ですねここで1つですね先ほどの案をブラッシュアップする形でさらに可能性が出てきたかなというものが見つかってきますサンドバッグをキャラクターにするというものです 先ほどの案が比較的あのスプライトが、えー、みんなのヒートを受け入れるよっていうことを伝えるためにサンドバッグになっているというシンプルな案だとしたときにもう少しそこに遊び心サプライズを入れられないかなというところである種キャラクター性を持たせてみるとどうかなというふうに考えていきましたはい、えー、2時のタイミング、えー、なんかこのアイデア悪くはないけどもっと他にもないかなというところで最後の悪あがきですちょっと あの見苦しい絵なんですが冷静になるためにですね、男二人でそのホテルのプールに入り他にないかなということをあのプールに浮かびながら最後探っていた形でしたそして朝の三時です事前に作っていったタイムラインなんですが翌日十二時を締め切りだとしたときに資料作成ですね書いてあるように三時このタイミングには作り出さないと間に合わないなというところでした なので、先ほどのアイディアで進めていくかということをペアで議論していました。ただですね、ここから5時になります。徐々にスケルトンであったり、資料のキーびを作っていくんですが、ちょっと待てよと、逆にサプライズはあるかもしれないけど、シンプルさはこのアイディアにあるんだろうかみたいな、なぜキャラ化する必要があるんだろうかみたいな、ちょっと議論、紛糾ポイントが出てくるという形。で、高田くんがですね、これじゃだめだと言い出して、 床を叩くという状況が生まれまれしたこれが朝の5時ですこれじゃ勝ちきれないかもしれないというそれこそ持っていった道しるべで得点が埋まりきらないというようなところそれに2人ともちょっと絶望していた時間帯ですとはいえ資料提出まで5時間を切ったタイミングここで覚悟を決めますまあもう負けるかもしれないけどやりきるしかないと。 少しでもいいものにするために、これまで作ってきた道しるべに頼りながら、めげずにプレゼンの構成を考え、資料を作っていこうというふうに決めました。例えば、持っていった道しるべで使っていったものとして、とにかくスマイルを、とにかくサプライズをというところ、 例えば、このキャラがどこに配置されるかというところで、若者の Z 世代のカルチャーである、例えばゲーム、e スポーツの大会会場であったり、待ち合わせの空間、さらにですね、アドフェストの会場、もし賞を取れなかった若手がいても、スプライトを殴ればいいんだよ、みたいな、実際に会場にいるお客さんもちょっと笑ってくれるような要素を足していったりとか、あとは別の道しるべとして、 作ったコアアイデアですね、これを大切にしゃぶり尽くす、展開していくというところで、例えばそれをウェブサイト上に展開したり、あとは Z 世代にいかに潜り込むかというところだったので、キャラクター化したり、あとはアニメーション化したりというところで展開案を作っていきました。PR 的な広がりのイメージも用意したり。 あとは、視座を上げるというところで、我々は Z 世代のポップカルチャーを使いながら入り込むだけではなくて、彼らのパートナーにスプライトをさせていきたいんだというような視座を、スライド上も盛り込んでいったりしました、はい。そんなブラッシュアップを行いながら、いよいよ資料提出4分前という形です。ワークショップが行われていた会場ですね。 他国の人たちはもう1時間前ぐらいに提出を終えて余裕だったよみたいなことを言う中日本チームの我々だけギリギリまで粘って提出を行っていました頑張るねみたいなことを他国のチームから言われたりしながらこれが日本人らしさなんだなと思ったりもしました、はい、課題提出後ですね30分から1時間後ぐらいにですねすぐに今回のホスト会社であるオグルビの審査員のもとでプレゼンテーションを行っていきました。 各国が各国のチームがですね、部屋に呼ばれて審査員の前でプレゼンしていくというような形です。はい、実際に我々のプレゼンの様子がこちらです。審査員の皆さんがですね、半円形になりながら8人ぐらい皆さんこちらを見ながらプレゼンを聞いていただくというような形、あのスターウォーズのジェダイ評議会に立たされているような緊張感の中プレゼンを行っていきました。 その上で、全チームプレゼンが終わった後、また審査の時間があり、ファイナリストが発表になります。ここで、なんとか15カ国中4カ国のファイナリストの中に入ることができました。ソウル、ダッカ、バンコク、そして東京という形です。この2日後にですね、実際に ADFEST の本会場、一番大きい会場でのプレゼンが待っている形になります。 2日後プレゼンの練習を行いながらいよいよ迎える本番です実際に我々がプレゼンしている様子ですスプライトの内容このキャラクターをですね使いながらプレゼンを行いました少しだけプレゼン時の様子映像があるのでそこもシェアさせてください h e l l o h e l l o h e l l o h e w e areTTokyo! I'm Gen Z, so I'm target kind of disbelief, and yeah. I'm mature, but I'm not Gen Z. But it's okay, my soul still young, I believe. So I don't care about that. Okay, so let's start our presentation. Okay, so first of all, uh, look at this picture. Um, this is my house and my sister's room, and this space gave us. As inspiration uh, for this brief. So, do you notice anything? Do you notice? How about you? Oh, I don't know. How about that? Oh, there is a hole. Yeah, yeah, that's right. This is a hole in the wall. You know, this is a scene of heat happened. Why? Why? In fact, my younger yeah. son はい、というような形で、えー、10分ぐらいのプレゼンテーションを行っていくんですがあのこの時に大切にしたのがアイデアはもちろんなんですがそれをいかにあの興味を持ってもらえるか届けるかということでしたなのでプレゼンテーションの入りも、えー、高田君はターゲットであるジェン・ジの Z 世代である、えー、でも僕は Z 世代じゃないけどあのソウルはヤングだからとかっていうつかみであったりとかあとはこの あのスライドにあるようにですね、えー、若者ってヒートアップにすると何か物に当たる時あるよねっていうことを伝えるためにあの実際のこれうちの自宅の妹の部屋なんですが妹が思春期に開けた穴これを実家の父親から写真を送ってもらいましてプレゼンの導入に使ったりしましたはいあの結構やってみて思ったのが英語の拙なさはあの 結構みんな目をつぶってくれて受け入れてくださっていていかにストーリーテリングを作っていくかここがいろんな人を引きつけていく上では大事かなと思いましたはい、えー、ちょっとそういった形で先ほどのコアアイディア自分たちの中では、えー、もっともっと道しるべを用意していったんだから完成度高いものを作れるだろうと思っていたんですがさすがに24時間そうはならず ただ、その上でもいかにブラッシュアップしていくかというところ、あとはプレゼンテーションもですねストーリーをいかに作っていくかというところで、なんとか形にしていった形です。で、結果ですね、アドフェストヤングロータスの中で、ポピュラーボードという会場の実際にプレゼンを聞いていた,いただいた人たちによる審査、こちらで1位を獲得することができました。ポピュラーボード受賞がでできたというようよな形です 嬉しかったのがあのヤングロータスに参加している各国の皆さんもあのおめでとうという形でストーリーに挙げてくださったりしていましたで審査員の選ぶ1位こちらはダッカのチームがダッカとしても初めて獲得をしていました、はい 実はですね、ちょっと余談になるんですが、受賞した時、かなり舞い上がっていたんですが、その後にですね、一緒にヤングロータスを戦っていた14カ国のチームの若手ペア、みんながですね、なぜか大人の賞の方で、実際の賞でもどんどん表彰されていくというのを目の当たりにしました。これはオーストラリア・メルボルンチームなんですが、ラジオで受賞していたり、シンガポールチーム受賞していたというような形でした。はい。 まああのこの賞に甘んずることなくですね、早く本戦、大人のアードフェストでも、このペアで賞を取りたいなと思ったような形です。はい、以上、あの駆け足の部分もありましたが、我々がヤングロータスに挑戦した、その体験レポートになります。ありがとうございました。